ネットの人 M 多いよな。ネットの人って M 多いよな。2回言った。でもネットの人って M 多くない？それはそう。うん、祭りそう思う。我々の業界ではご褒美ですみたいな人の方が多い気がする。なんでなの？なんかリアルの人って俺 S なんだよねみたいな人が結構いる気がするんだけど、ネットで見なくない？俺 S だからわらみたいな、ネットで見たことないね。俺 S だからって言われたら殴りたくなっちゃうんだよね。黙れって。なんでだ。本当に S ならいいよ。本当にね。本当に S。ド S の S はサービスの S。ド M の M は満足の M だからね。本当にサービスできるんですかっていうところが気になっちゃう。S は M がいないと成立しないけど、M は S がいなくても成立する。なんかボケとツッコミみたいな感じか。ボケはツッコミがいなくても成立するけど、ツッコミはボケながいないと成立しない的な。まあ確かに M って勝手になんか自分のこともいじめられるからな。 S はやめやすい。そうなん？やめやすいっていうか、 S は打たれ弱いみたいなのはよく聞くよね。それ S じゃないけどな、全然。え？え？どっちもいけそうだけど、物理はどっちだろうね。多分でも M だと思う。 S って大変だもん、やること多くて。楽じゃん M って、やること多いよ。くさ究極のめんどくさがりや。両方の部分があるんじゃない？確かに祭りはそういうのに理解がさある方だと思うんだけど、 M って2種類あるんすよ。本当の意味で踏まれたい、蹴られたいとか、罵られたい、ゴミがとかね言われたいタイプと、ワンちゃん扱いとかされたいタイプ。どうしたのワンちゃんって、自分がしてほしいこと言ってみなっていうのが2パターンね。そう、どっちかなんですよね。だから前者と後者で同じ M でも違うから、それを理解できる人じゃないと S は無理だよねって思わない？だから適当に罵っておけばいいと思ってる人はもう S ではない。ただ自分のその自分がただ人を罵りたいだけの人だから、それも S でも何でもない。サービスできてないからね、その時点で。っていう深い話。深い、結構浅いけど、まあ MS の話すると、 SM っていうのかなの話すると、結構いろんな意見が飛び交うから、キノコとタケノコくらいね、あんま話題に出さない方がいい話題ではあるんですよね、と祭りは思う。